内してあげるからついてきて、物語を見ててあげる。19世紀末、イギリスの貴族ジョナサン・カレは石仮面の地、そしてかろうじてディオを倒すことに。鬼人ゼペリ。座ったままの姿勢、膝。よく生き残れたものだ、あの石仮面の力から。ラウンワンファイト。そこと本当ついにバーカに全員。骨が折れそうだわ。そこだ、これだ。僕に震えるぞ、ハート。燃え尽きるほどヒート。刻むぞ血液のビート。サンライトイエロー、オーバードライブ。炸裂スレッシュ。電動スタートは速度を使って。勇気とは一体何。修行。タイミングは同時、しかも腕の石仮面の力によるスピードとパワーには、ハウワンファイト。骨がハウワンファイト。これが先導だ。することじゃ。うわ、太陽の波紋。サンライトイエロー、オーバードライブ。完全に波紋は波紋くこれが先導だ。うわ、だったら仮面パワー。貴様、一体何人の。お前は今まで食ったパンの、ま、ラウンワンファイト。スリーパンド骨クーン。スリーパンチング。これが先導だ。うわ、普通は与える。これが先導だ。とすることじゃ。うわ、太陽の波紋。サンライトイエロー、オーバードライブ。
決戦。絞り取ってやる。清めてやる。そディオは谷底に落下し惨滅した。だがディオは首だけとなってなお生きて、エリナと結婚したジョナサンはハネムーンへと旅立ち、ディオの不意打ちによって喉を貫かれてしまう。話せジョジョ。話すんだ。お前にも永遠をやろうではないか。その傷も治す。エリナと永遠を生きれるぞジョジョ。ジョジョ、彼は最後の力を振り絞って船を爆発させ、ディオと共に海の藻くずと消えた。エリナは乗り合わせた赤子を抱き、沈みゆく船から脱出するのだった。2日後、エリナ・ジョースターはカナリア諸島を、そして石仮面の伝説。しかしそれはまた新たな冒険。